水草のレイアウターの方や軟水を好む生態がいるということで、軟水にするスリムマットカチオンという商品を開発しました。でこちらはスリムフィルターにセットしていただくだけで、中に入っているカチオン交換樹脂が働いてカルシウムマグネシウムを吸着して軟水にすることができます。実際に、このマット1枚で約14リットルの高度50のお水をゼロにする能力があります。軟水にしてその水草とか、生き物が住みやすい環境にするというだけではなく、水槽のカルシウム汚れも軽減できるという、実験結果が出ております。で今から実際にスリムマットカチオンを使ったお水と通常のスリムマットを使ったお水の硬度を測定してみたいと思います。今回はパックテストで硬度を見てみたいと思います。水を取っているのが通常のスリムマットの水槽になります。でこちらを見ますと、ごめんなさい、だいたい50ぐらいですかねの、硬度があるお水になります。で同じく、今度はスリムマットカチオンを使っている水槽の硬度を測りますと、ちょっと混ざらない、こちらはもうほぼゼロという数値が出ています。こんな感じです。今回のこのスリムマットカチオンのフレームにはバイオマス樹脂を使用しておりまして、環境にもとても優しいマットになっています。でこちらのマットですが、スリムフィルターだけではなく、ラクフィルスリムですとかサイレントフローシリーズでアクアユーシリーズにもお使いいただけます。